日本の独立行政法人公開訓練所所属の、日本丸通与日本丸通与と、姉妹艦の海王丸通与。ハルミフ島にて、ライトアップブラジル海軍が保有するシスニーブランコ、アメリカ合衆国沿岸警備隊学校が保有する、ユスシジシーイングル、ポルトガル海軍が保有する NRP、サグレスインド海軍が保有する訓練反戦、タランギニトールシップとは、 伝統的な搬送を持つ大型の小舟である。トップするスクーナーやブリガンティン、ブリック、バークなどの小舟が含まれ、これら比較的大型船向けの搬送では一本のマストにスクウェアセールとかフセールを合わせ持つなど複雑な構造となっているものも多い。トールシップという名前は1900年にジョン・メース・フィールドが発表した公開誌、 シーフィーバーの中で初めて使われたという説もあり、一般的に使用されるようになったのは、トールシップレースが始まった20世紀中頃であったと、される。古い定義では、全長が36.6メートル以上で、すべてのマストに大半を持つ船と、全長48.8メートル以上で、一部に重半を持つ船とされていた。その後、 国際セールトレーニング協会がトールシップレースへの参加条件を全長9.14メートル以上の船と緩和したため多数の船がトールシップの定義に含まれると解されるようになった。このうちすべてが大半の船と全長40メートル以上の船をクラス A、全長30メートル以上で重半を持つ船をクラス B と評価している。以下はクラス A と評価された。 トールシップの一覧、ありがとうございます。